う一度言う。前に私と同じ事業に手を出そうとした男は行方不明になって1ヶ月後に発見された。この意味がわかるか、シベイ。大げさな。健全な競争相手として歓迎してくれないのか。こんな奴と話すだけ無駄ですよ、公爵。言葉よりも両膝を折ったら一発で理解するでしょう。おう、ゲラルト、よく来たな。何か問題か。問題？誰も問題なんて抱えちゃいない。ただお前に新しい友人を紹介したかったのさ。ちょうど今話が決裂したところなんだ。そうだろ。次は決着をつけよう、シベイ。ではまた。どうしたんで、飲みだらけの変野郎が怖いんですか、公爵。命令してくれれば片付けますよ。体を切り裂いてあっちのチビに食わせてやりますよ。どうです？また今度な、ある。行くぞ。とっとと行け。二度とこの辺にその面を出すなよ。肩までクソに埋まって掘り出すシャベルもないって感じだな。怪しげな奴らだな。何者だ。まん丸の男が公爵だ。噂ではホワソンジュニアの後釜候補だが、まだ若い。金も権力も格も大したことない。もう一人は。名前はアール。最悪のクズ野郎だ。顔を見ただけでケツが震える。マハカムにいた頃ならあんな野郎炭鉱に放り込んで一生見なくて済んだのにな。どうした、一緒に商売でもしてるのか。その逆だ。わかるだろう、ゲラルト。長い付き合いなら。何か手伝ってほしいんだろう。実は奴らとの共通の知人に借りがある。物乞いの王フランシス・ベドラムというやつだ。その借金を返すために本気でグエントに取り組むことにした。話がどんどん良くなるな。賭けで稼ぐんじゃなくてカード自体を売るんだ。最近じゃ希少なカードはかなりの値がつく。残念ながらそれを知ってる商売がたきは少なくない。俺のコレクションに買い手がつきそうだが、あと3枚だけ足りない。それなのに公爵の手下がどこでも邪魔してくる。どう思う。わかった。そのカードを集めよう。足りないのはどれだ。フランギラ・ビゴとアイセン・グリムとジョン・ナタリスだ。手に入れるのはバカみたいに難しい。公爵も苦戦してるようだ。まさか当てもなく探してるのか。いや、そうでもない。ゼッドが持っているはずだ。最近盗品の売買をやめて今はカード売りだ。困ったことに奴は俺とは口を聞かない。俺が目の前で1枚しかないスコイアテルのカードを買ったのを根に持ってる。奴と会ってくれないか。ゼッド、聞き覚えがある。カードの世界では大物だ。南の壁で店を開いている。それと、ありがとうな、ゲラルト。おかげで借金返済に希望が湧いてきた。気にするな。じゃあな、ゾルタン。どこへ行くつもりだ。通行証を見せろ。通行証？どんなだ。お前が魔術師でないと証明する何かだ。それなしでは出入りできんぞ。なぜ町の門を閉めた。戦争が始まってここにやってきた魔術師や魔女、他のクズどもを一掃するためだ。一人残らず捕らえて火に放り込んでやる。病気にかかった家畜みたいにな。悪いな、通行証はない。では先には進めん。次。待て、どこで手に入る。教会に献金しろ。それと保証人として3人分の署名だ。通してやれ、これが書類だ。お、だがどこで。関係ない、持ち場に戻れ。シギルーベンからだ。ゴールテストはどうだったんだっけ。
開かないが、Z は中だ。助けがいりそうだな。他の入り口は。見つけたか。いや、 Z から台帳のありかを聞き出せなかったなんて公爵は怒るぞ。仕方なかっただろう。まあなんとかなるかな。一応アイセングリムのカードは手に入れたしな。いや、くっそ。おいリンゴ、出番だぞ。奴を片付けろ。テルのデッキのアイセングリムフルチェアーナだ。価値は上がるが、Z からカードを買った客の名簿か。ゾルタンが見たがるだろう。ゾルタン、ゲラルト。カードのことだが。あったか。アイセングリムのカードだ。見せてくれ。エルフは皆美男美女だと思ってたが、ゼッドは元気だったか。ゼッドは殺された。ちょうど訪ねた時にな。そりゃご愁傷様。他のカードは。ゾルタン、この計画は危険すぎないか。カードをめぐって死人が出始めてるぞ。死人は Z 一人だ。しかも罪もないのに殺されたわけじゃない。それに殺した奴らもお前が始末したんだろう。何を怖がることがある。それより他のカードは。他のカードはなかった。クソ、あの野郎が撃った後か。 Z の台帳を持ってきた。見せてくれ。記録によると残りのカードを買ったのはシーザー・ビルゼンとラビか。悪くない。こいつらを訪ねてみよう。シーザー・ビルゼンってのは。クリーバーの事務係だ。いいやつだが今は偉くなって酒も飲めないし、釣りなんてもってのほかだ。釣り。やつとは釣りクラブポンター川の誇りで出会ったんだ。だがシーザーはもうクラブには来てない。新しい役目に夢中で家から出ないのさ。少なくとも居場所を探す手間は省けるな。ラビ、誰だ。カードマニアの詐欺師だ。ナタリスのカードを買えるような大金をどう工面したんだか。奴をひったたいて以来俺との仲は最悪だ。お前一人で行ってくれ。重要なことだってのは分かった。俺がカードを手に入れてやる。助かるよ。一緒にシーザーと会おう。待ち合わせは奴の家の前、大祭司広場で一番趣味の悪い建物だ。建物の正面が金色に塗られている。先にラビに会いに行くなら、まずはゴールデンスタージョンを探すといい。分かった。じゃあ後で。それからラビと長々交渉する必要はない。顔面を張り倒してやれば言うことを聞くだろう。うまくやれよ。
たか。ラビと話はついたが。まだスタジオに行ってない。まあいい、ラビはどこへも行かないだろう。先にシーザービルゼンの方を片付けよう。こうしよう、俺が奴と話してる間、お前が上の階に忍び込んでコレクションの棚を探せ。そこにあるはずだ。そいつからカードを買ったらどうだ。その方が簡単だぞ。そんな金があったら苦労はせん。シーザーは絶対にフリンギラを恨んしな。だが心配いらない、奴も損はしない。マハカムさんの高級蒸留酒を用意した。祖国の味はくだらんカードとは比べ物にならない価値がある。シーザーは酒が飲めないんじゃ。いや、やつが家から出ないから飲みに行けないだけだ。それにあっという間に女みたいに酔っ払うんだ。3杯も飲ませれば棚を担いで大声で歌を歌いながら出て行っても気づかれないさ。棚には他に何がある。んなことは知らん。お前の目で確かめるしかない。大方小難しい本かお下劣な本だろう。後で詳しく教えてくれ。行こう。シーベイか。シーザービルゼン。ポンターの主が誰かで喧嘩して以来だな。ポンターの主はあのカマスだ。まあ聞けよ。主はナマズだって言いに来たんだ。それに手ぶらで来たわけじゃないぞ。彼は？こいつか。ゲラルトだ。そのゲラルトも釣りをするのか？ああ、前にミミズを餌にして巨大なスズキを釣ったことが。ポンターでか？当たり前だ。シラフでは聞くに耐えん。入ってくれ。ザンダーが入れ食いでもあんなクソみたいな味なら意味ないだろう。クソなのはお前の料理の腕だ。俺はついキンキンザンダーを料理したが、ちゃんと新鮮なタイムを使ってらんな。タイム風味のクソが出来上がり。うるさい。いいか、俺はなついキンキン新鮮なタイムを。ゲラルトは俺の味方だろう。ザンダーの味をどう思う。実はザンダーは好物なんだ。ウィッチャーだからだろう。霊薬を飲めるならクソみたいな魚もごちそうだろうよ。ウィッチャー？そいつがウィッチャーとは。聞いたか、ビーボ・バチルダが豆一粒で若いカマスを釣った話。ああ、いつものホラだろ。やつの腐った豆に食いつくほどポンタンのカマスはバカじゃない。生きた餌でないと。オオミミズでもいいが食いつきは悪いな。理由はわからん。前に丸々太ったミミズを掘り当てたがよだれが出て自分で食いたくなったぞ。本当かよ。ゲラルト、ケイヤモルヘンでは何を使ってた。爆弾だ。なんだと。ビルゼン、最近はからかわれることも少ないだろう。けど今のは笑えないな。ゲラルト、酒を持ってきてくれ。わかった。このボトルも空きそうだしな。さあ、次はいつナマズを釣りに行く。お前とは二度と釣りをしない。うん、ナイフはここに固定されてるようだ。引き出しが開いてる。壁に三角形の穴が興味深いな。いいぞ、ぴったりだ。書棚の裏に秘密の扉が。古典的な手だ。
法を使って作られている。トリスに聞いてみよう。あったぞ、フリンギラだ。ステファン・スケルンの公主刑で使用された名はヨアキム・ド・ベッドの頭蓋骨。フッ、君は見ない。第7ディアーラン旅団の全身用甲冑、いい保存状態だ。テンペラ絵の具によるエムヒル皇帝の肖像、かなり美化してる。アシーレ・バル・アナヒットの首飾り、うん、ラティエール・ド・リドルの関係。エムヒル皇帝が戴冠式典で食事をしたダイニング一式。ゾルタン、そろそろおいとましよう。そうだな、時間も遅い。待ちな、もう帰るのか。取ってくると言ってた酒はどうした。やあ、ビルゼ、ボスからの伝言を伝えに来たぞ。伝言？伝言ってなんだ。クリーバーの旦那はお怒りだ。待ってくれ、もし帳簿に合わない部分が見つかったらちゃんと説明する。もう遅い、連れて行け。そっちの二人は消えろ。彼を放せ。ウィッチャーを殺せばクリーバーからボーナスが出る。やれお前ら、もたもたするな。いっぱいやりたい気分だ。助かったよ。クリバにどう説明すればいいんだ。手紙がいいだろうな。そうだな、荷造りして遠くへ。気をつけて、元気でな。優しいところあるじゃないか、ゲラルト。しかし最後のやつは見事だったな。飛び散った血が天井まで届きそうだった。2階でシーザーの棚を見てきたぞ。どうだった。人に見せないのも無理はない。ニルフガードの甲冑やエムヒルの肖像やヨアキム・ド・ベッドの頭蓋骨、バティエル・ド・リドーの短剣、スケルンの公主刑で使用された名は。うなくそ悪い、そんな奴と握手してたかと思うと。けどその縄は持ってきたが、高値で買う奴がいるんだ。そういうのに目がない連中がいるからだ。いや、まあそれじゃ仕方ないな。人形も見つけた。ニルフガードの兵士なんだ。何らかの魔法がかけられてるが、何かはわからない。トリスに聞いたらどうだ。そうだな、後で彼女の家に行ってみよう。あとはナタリスのカード1枚だけだ。ラビに会いに行こう。行ってこい。俺は買い手に連絡して取引の場所を決める。後で会おう、ゲラルト。じゃねえか、お前も加われよ。ラビーは来客が好きなんだ。お前には友達が多いな。嬉しいかラビー。探検で背中をつくのをやめた方がずっと嬉しいんじゃないか。ああ、
お前は事情を知らないからそんな風に言うんだ。我々の共通の友人はこれから命を懸けたゲームに臨むところだ。ああ、カードは私たちもういいだろう。俺たちを騙そうとするからそうやってまだ痛い思いをしているんだろう。お前の指は全部折れてるし、そうだな、ウィッチャーが代わりにやるしかないな。それでいいか。ほらな、ラビーはやる気だ。ゲームを盛り上げるためにかけるものを増やそう。ラビーの命に加えてナタリスのカードもつけるぞ。どうだ。決まりだ。思ったより遊び心があるじゃないか。楽しいゲームの始まりだ。興奮しすぎた。おとなしく座ってないと痛い目に遭うぞ。けどこっちの勝ちだぞ。だから
次のゲームを始めようじゃないか。助かったよ。どうお礼をしていいか。ナタリスのカードをくれればいい。そうか、他のじゃダメか。いいカードが山ほどあるんだが。急いでるんだ。ナタリスのカード、どうぞ。ゾルタン、ゲラルト、カードを手に入れたぞ、ゾルタン。よし、これでなんとかなるぞ。物乞いの王に殺されずに済む。行こう。古い酒蔵で買い手と会う約束をした。カードが揃ってると知ったら喜ぶぞ。取引は素早く終わらせるぞ。買い手の気が変わったら困るからか。違う、俺の方がだ。たくさん買い手がいたから舞踏会でモテる美女の気分だった。それでその買い手は誰だ。知り合いの知り合いだ。知らない。ああ、やっと来たか。死体が冷たくなったぞ。どういうことだ。お前の買い手は金を渡していなくなった。まあ順番は多少違ったかな。さて、カードをもらおうか。おとなしく渡してくれるよな。試してみるといい。ハッハッハ、威勢がいい。あいにく私はあるほどバカじゃない。もうわかるだろう。お前たちやれ。ドワーフは生け捕りにしろ。話をしなきゃならんからな。任せろ。ゲラルト、金を持って逃げたぞ。クソ、俺たちの金が。野郎追え。他の奴らは任せな。野郎に食らわせな。壊すのかな。行け、ゲラルト、奴を追え。俺はここに残る。おきげんか、青やが、追いをかお。逃げられないぞ、公爵。止まった方がいい。Thank you.
来るな、触るな、ドラウナーめ。ウィッチャーが必要か。面白いなあ。金を払えば見逃してくれるか。ああ、逃げろよ。逃げられるなら。無理に決まってる。この傷だぞ。頑張れ。じゃあな。どうだった？捕まえたか？金は？取り返した。公爵はとどめは刺したのか？いや、逃がしてやった。ったく、やっぱり俺も行くんだった。この一件で奴からの恨みは倍になるぞ。どうかな。奴はこの仕事から手を引くだろう。生きて戻れたらの話だが。さて、ゲラルト、金とカードどっちがいい？お前のおかげで手に入ったんだから、お前が選んでいいぞ。金が良ければ遠慮なく受け取れ。カードの買い手はすぐに見つかるからな。そのカードを使ってみたくなってきた。いいぞ。俺は金を今すぐ物乞いの王に渡してこよう。野郎、腰抜かすぞ。うまくやれよ。ありがとな、ゲラルト。それとこれだけは言っとく。ポンターの主はあのナマズだ。